村木砦の戦いで敗走する信長を無事に逃がすため戦場にとどまった家康は今川勢に捕らえられた。三河進出を目論む義元は織田に従っていた家康を責めることなく今川家の将として迎え入れた。間もなくして今川家の干渉に反発する三河の国衆が大規模な反乱を起こす。反乱の裏に織田家の公園があることは明らかだった。これに対し義元はとある妙案を思いつく。三河騒乱。家康よ、織田に加担し我らに盾ついたこと、世は毛ほども気にしておらぬ。はっ、恐れ入りますが、家中には新参の措置を信じられぬと申す者も少なくないようでな。まことけしからん話よ。いえ、致し方ないかと。それゆえそちが家中の信頼を得る機会を与えたいと常から思うていたのだが、三河のことは聞いておるが、織田を頼みに我らに抗う国衆どもが騒いでおるとか。家康よ、そちが今川の将として乱を鎮めてまいれ。三河の騒乱を私が？しかし私だけでは手に余るかと。無論遠兵もつけてやるぞ。瀬名に申しつけてあるゆえ共に三河へ向かうがよい。見事やり遂げればそちの今川家中での立場も安泰。心してかかるがよいぞ。はっ、必ずや三河を鎮めてまいります。いずれこのような戦に駆り出されることは覚悟していたが、気の重いことだ。目下三河の国衆は今川に従う者と織田に従う者で二分されておりますれば、戦う相手は皆織田方というわけか。信長が大好きな竹千代にとっちゃ辛い戦いだわな。若い信長様に遠慮して手を抜くようなことがあれば、義元様によってたちまち当家は取り潰されることに。そんなことは半蔵に言われつとも分かっている。何をこそこそ話しているのかしら。いや、こたびのご加勢痛み入る。あなたたちの戦いぶりは後でおじさまに伝えてあげるから、しっかり戦うのよ。承った。この乱世、私に何ができる。若、音もしますぞ。吉本公の命に従わねば我らに明日はない。何としてもこの騒乱を鎮めなくては。まずは前線で苦戦している味方の救援だ。皆行くぞ。城の守りも大事だが、吉本公の手前、セナのことも守らなくてはな。あんたたち、おじさまのためにしっかりと働きなさいよね。吉本様の姪御がお目付け役か。三河の民を傷つけてはならぬ。民を指揮する将のみ狙うのだ。この混乱で城の守りは薄いはずだ。城内にあるお宝を奪って人儲けすんぞ。わしの出番だ。野口が現れたか。解くと厄介なことになりそうだな。敵将、討ち取ったり。聞かせていただこう。野口の狙いは城か。だったら攻め込まれる前に倒すまでだ。野口ごときに城を荒らされてたまるかよ。野口にまで城が狙われていたとは。これでどうだ。早期を引き締めて城を守らねば。家康様、お役に立てず申し訳ありません。もうやられちゃったの？まったく情けないわね。懸命に戦いながらひどい言われよう。酒井殿、なんとも哀れな。うん、来そうぞ。雲のか。勘にならぬ。私が勝つ。急がず、着実に。民を戦に巻き込む不埒な将は退けたぞ。皆の者、この勢いに乗って進め。抜けてみよう。皆無事か。ここから攻勢に転じるぞ。今川も、それに組みする徳川も、我らが討ち取ってくれるわ。開門。敵の増援か。反乱が大きくなる前に退けよう。承った。今川に逆らう身の程知らずたちを、さっさと懲らしめなさい。皆の苦労も知らず、セナ様は勝手なことばかり。どこを見ている。抜けてみよう。滅殺。抜けてみよう。ここは私が。これでどうだ。信長様のご命令により追散。今川と戦ってるみんな、加勢してやるぞ。織田の軍勢、弱小のくせに三河に介入しようっていうの。今川の公園も当てにならぬし、これ以上は戦えるわ。はい、どうか。雲行きが怪しくなってきたのだけど、この私が負けるはずないわ。邪魔立てはさせない。開門。そこか。織田勢が介入してくるとは。それだけ心配だ。救援に向かわなくては。邪魔者は退けたら開門せよ。今川に組みする者どもを駆逐するのだ。開門。頃合いみてえだ。おやら、行くぜ。あんなところに野口が嫌がったか。あいつらを乗して南砦への道を開くぞ。無念だ。討ち死に。私の出番。何？忠重がやられただと。この城もいよいよ危ういか。開門。ザ・マイル。この勢いに乗り岡崎城を奪え。野武ども、恐れ入ったか。参った。逆らわねえから許してくれ。今からあんたが俺たちの大将だ。受けてみよう。私がへへ、おいらじゃ相手に不足か。家康様だな。おいらは織田家の新参で秀吉ってもんだ。覚えといてくれよな。戦場で何をのんきな。秀吉殿、今は敵同士、手加減はしない。おーいや、こっちこそだ。急がず、着実に。一応お礼は言っておくわね。ここからは私も本気で行くわよ。開門。承知。秀吉ごときに遅れを取っちまうと、まだ戦は終わっとらんだろうな。勝家殿まで来てしまったが、これは難敵だと。ひるんでる場合じゃないでしょう。私も行くからあいつを倒すのよ。我らの狙いは岡崎城だ。手を阻むなら切り捨てるまで。勝家殿、今の私は今川の将としての務めを果たさねばなりません。全力で参ります。瀬名様となんと戦っていられるか。我らはもう今川には従わぬぞ。あの人、敵方に寝返っちゃったの？もしかして私のせいじゃないわよね。頑張るわね、家康。こんな面倒な戦、私ならとっくに投げ出してるかも。案外頼もしいところもあるみたいだし、少しは認めてあげてもいいのかしら。くっそ、なんて守りの硬さだ。俺たちに勝ち目なんてあるのか。やったわ。うん、少しは役に立つでも。堪忍ならぬ。早援軍のあてもない、破れかぶれだ。敵陣に突っ込むぞ。敵の主力は退けた。あとは残党を倒せば乱は収まるだろう。やるよね、家康。特別に褒めてあげないこともないわ。堪忍ならぬ。三河に今川の部位を示すことができた。これで少しは落ち着くだろう。おじさまもこの戦果に満足するはずよ。私も少しだけ見直したわ、あんたのこと。瀬名こちらこそ、そなたの働きには助けられた。三河の国衆は皆今川の意にひれ伏したか。はあ、当面は落ち着くものと存じます。そうね、どうってことない戦だったわ。ま、家康たちも多少頑張っていたようだけど。ほう、辛口の瀬名がそのように申すとは。家康の器を信じた世の目に狂いはなかったか。されば瀬名の腰入れの件も触りなかろう。まことめでたきことよ。腰入れ、それはつまり。おい竹千代、瀬名姫様を正室に迎えるってのは本当かよ。瀬名様は義元様の寵愛を受けてきた姫君。義元様がそこまで和歌を買っておられたとはの。これで今川家中に私を疑う者はいなくなろう。義元公には大きな恩義ができてしまったな。しかしあの瀬名とうまくやっていけるだろうか。